はい、皆さん、こんにちは、ドラゴンゲットです。今回ですね、ウィーデですね、ウィーニングイレブンの、オンラインディビジョンの方やっていきたいと思います。前回ですね、パリ・サンジェルマンに対して、4対0ですね、負けちゃいました。まあもちろんこれは日本だからっていうのもあるんですが、ちょっと相手強かったですね。ただまだ1試合やっただけなんで、残り9試合ありますんでね、まだ昇格まで時間あるんで、とりあえずまた日本でやりたいと思います。まあサッカーね、ちょっとね、うまくなりたいんだけどね。サッカーあんまり僕オンライン対戦あんましたことなくてですね、ほとんどが、まあ、ちょっと兄弟とやることが多いんですが、まあそれでもあんまり勝てないんですね、最近。勝てないんでね、ちょっと苦戦はしてるんですが、まあちょっとこれを機にちょっとね、うまくなりたいと思ってんですが、やっぱりオンライン難しいですね。いきなり負けちゃいましたが。ただ私はね、やっぱね、一番下克上っていうのを起こしたいんですよ。やっぱりこうね、日本、こっち日本ってね、向こうは強いとこ使ってね。てか、またこのチームか。この人また出てきたぞ、本当に。マジか。ちょっと、さっきのリベンジ果たしたいですね、ちょっとね。実はさっきもね、同じチームでやったんですよ、向こう。同じ人でやったんですが。見てちょう。先ほどのメンバー、そうか、ディフェンスはさっき吉田麻也いなかったもんな。そうだ。で、あとは坂井孝とか下がって、ひろきがあれか、ボランチ入ったかな。今日は中盤が香川と清武原口か。あ、まだいいな。よし、で岡崎か。あ、さっきのだけちょっと勝機あるかな。ちなみに、現在私は、まあ、ショートパス主体になっちゃったのかな。あ、じゃないか、逆か。ロングパスショートが大体同じぐらいですかね。カウンター重視という感じですね。はいはい。なるほど。さあ、ではやっていきましょう。実はですね、これ1試合もね、実はね、これ同じユーザーでしたね、相手。まあ今これ動画別ですけど、前の動画も実はこれ今直前にさっきやった試合でして、また同じ人となっちゃったっていうことですね、時間的に。ちょっとチクったら、ちょっと時間置けばよかったですね、ちょっとね。まあもしくはあんまオンラインディビジョンで多分やっているとそこまですごい多いとは思わないんですよ。多分マイク、やる人はね、多分ね、マイクラブ使ってやってると思うんですよね。まあマイクラブっていうのはね、まあ同じオンラインなんですけど、こう、既存のチーム使うんじゃなくて自分のチームをこう育っていくってやつなんですけど、まあガチャガチャでね、選手を獲得して、こう自分のオリジナルのチームを作っていこうっていうやつなんですが、まあそっちやってる人が多分多いと思うんですよね。まああっちもある意味なんかそういうなんかランキング戦みたいな感じなんでね。なのでちょっとこっちやってる人は少ないので、なるべくなんか確かに時間帯によってはこうユーザーが限られるユーザーしかいないっていう可能性もありますがね。まあさっき4対0だったんで、で負けたんで、まあ同じチームなんでね。ここは、今度は、せめてちょっと点差を縮めましょう。ああ、そういうパスミスはやめよう。あ、うまいね。やっぱね。ここは、ね。こういった下げましょう。それでいいんですよ。いいですね。川島、惜しい。基本のがやっぱワンタッチ多いですね。よし。ただワンタッチの分、向こうの意表をつくプレイが多いですね。よしよし。だからワンタッチなんで、だからこうやって詰めなきゃいいんですよ。詰めない守備をすれば大丈夫だと思います。さっきはそれで結構途中から良かったんね。さあ、そしてさあ、これ期待の原口。あー、期待の原口やったっけね。さあ、ちょっと詰めての。よし、そう。はい。あー、ちょっと。あ、ラッキー。岡崎チャンス。これチャンス！これチャンス！チャンス！チャンス！香川！香川！うわー！今の香川チャンスでしたー！今のはチャンスだ、香川今のは。いやー、枠練りようぜ。いや、ただ今ね、いいとこ見せましたよ、日本。
あ、打った。さあ、チャンス、チャンス、岡崎。あー、惜しいな、香川。あああ、ちょっと気をつけましょう、こう。ちょっと下がりましょう。そうですね。そう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 。よしよしよし。オッケーオッケー。あとカット、あれね、コーナーキックね。コーナーキック、ただニアだけ気をつけよう。カバーに。違った。よし。オッケー。ナイス。それでいい、それでいい。コーナーキック対策もできたでしょ。やべえ、オーブレース、ナイスキーパー。いいか、コーナー行くタッチできたと思ったら全然できなかった。危ないよ。そう、いるいる。いる、大丈夫。よし、けい。今日吉田前投げるから、もう、鉄壁だ。あ、やべ。ちょっとこれまずい。これまずいよ。よし、オッケー。クリアしよう。よし。いいよ。そう。そう。そう。あー、惜しいな。ちょっとここ気をつけよう。よし。オッケー、坂井ごとけ。よーし。さあ、そして、ちょっとこれをもし、あー、クリアか。うん。いや、ナイス、ナイス。さあ、向こうさっきのちげえぞと思い出してるよ、多分ね。さっきより全然強さちげえじゃねえかっていう理由をちょっと思ってるよ。よし、さあ、待った。あー、ただもったいないな、今のは。もったいない。よし。あ、やべ。ちょっとこれ持てない。やばい、やばい、やばい。下がろう、下がろう。自分で行くか。クリア、よし、オッケー、ナイス、今のナイス。ナイスクリア。オッケー。岡崎。あー、惜しいよ。あ、やばいぞ、これ。大丈夫か。よし、オッケー、オッケー。あのぐらいの投球だったら川島に止めれば。オッケー、ナイス。いいよ、さあ、原口だ。原口、原口。岡崎。いやー、惜しいなぁ。よし。読んでるよ、バカ野郎。よし。だいたい、あそこのスルーは読んでますね。そう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 。いいよ。よし。オッケー、繋いだ。いけ、サイド。よし、長友だ。長友、よし。長、うわー、強いな。けど、スローイン。いや、よく格上相手で頑張ってるよ、これ。さあ、チャンス。おっと、危ね。うぃ。うち。原口、岡崎行け。いやー、惜しい。いやー、惜しかったなー、今のは。さあ、ここね。ここの簡単気をつけよう。よし。オッケー、簡単阻止。うまい。香川。あー、惜しいなー。さあ、向こう焦ってるぜ。さあ、アゲイ。オッケー。岡崎、よし、拾った。おっと、岡崎のミスってのクロスに入る。オッケー。あー、惜しい。香川ヘディングシュート。いやー、香川ですよ、今のは。よし。あ、やべ。あー、もったいねえ、今のは。あ、ただ、これは向こうのクリアミスだな。あー。あー、いかん、抜かれた。まずい。ここがやばいよ。ここ耐えよう。おー、ぶねー。おっぶねー。よしよし、向こうの精度悪くなってるよ。さあ、どうですか、皆さん。格上相手でよう頑張ってるでしょ、これ、日本代表。さっきの4対0と思えない戦い方。そう。あ、いか、もったいない。ここね。分かってるよ、ワンツーぐらい。今日、日本がね、初期的な守備、頑張ってるよ。そう、よーし。前半0対0。よしよし。あー、まあ、試合率こそは負けますが、シュート3本で抑えたんですからね。向こうのシュート。よしよし。ただ、あれだなぁ。あれだね、てか、これ、引き分けて抑えポイントしかちょっともらえるはずなんだよね。せめて引き分けだね。お、ちょっと向こうはあれだな、ちょっと今、待ってるってことは、
選手交代するな、多分な。ちなみに私はちょっとし、あの、ちょっとめんどくさいんで、あの、まあ、スタミナ切れるの分かってるんですが、一応選手交代しないつもりでいるんで、まあ、頑張っていきたいと思います。まあ、ある意味ハンデだ、ハンデ。あ、ただ選手変えなかったね、向こう。さあ、向こうはちょっと、一回落ち着いてっていうことですかね、っていうことは。さあ、来たよ。はい。さあ、来た。さあ、鉄崎、大竹。ああ、岡崎、惜しいよ。はい、ただ大丈夫。ここは、一旦戻す。あ、ばっかもったいない。これやばい。長友上がっちゃったよ。あんな、やばい、これ吉田、やばやばい、やばい、やばい。やばいよ。ここ気をつけよう。やべえ、おぉ、やばい、やばい。おぉ、危ねえ、ナイスキー。ナイスキー。いやー、川島さんが臭いとさ、ドヤ顔エイジ。よし。ちょっと嫌なね、守備のミスがありましたね。長友がちょっと出ちゃったんでね。さあ、一旦戻す。さあ、で、山口、山口。一旦戻す。清滝、山口。ワンタッチ。一回戻す。岡崎は無理か。あ、いいね。お前抜けた。よーしだー、日本決めたー。最後香川真司決めましたー。真司香川、いや、格上相手ですよ今の。一点もぎ取った。さあ、あとは今日の組織的な、これ1失点しても引き分けだからポイント取れそうだな。さあ、こっから向こうどうする。おー、自分で行く。あ、やばい、やばい、これやばい、やばい、ロマンスキー、あ、やばい、あー、ムロ外した。外してくれた、外してくれた、助かった今のは。ネイマール、いやいや、キーパー川島のプレッシャーでしょ今の。いや、ナイスだな今のは。さあ、来たよ、来たよ、勝てるチャンスは来たよこれ。よし、オッケー。さあ、マイクです。あー、まあ、ここはしょうがないね。さあ、守備はいつもどおりの守備行こう。そう、うまい。そう、うまいよ。さあ、チャンス、清武。さあ、そして逆サイド。あ、無理か。よーし、オッケー、ナイスロック。酒井高徳か、今。酒井ひろきかな、今。さあ、向こうがちょっと焦ってるぜ。あ、ちょっとやばい。これはちょっとやばいよ。あ、やばい、やばい。バカ。あー、やっちまったー。今の俺のミスだー。今の俺の守備ミス。あー、すいませんでした。あー、夢を見てしまった。いやー、1点取ったけどなー。まあ、こっからですね、日本は。よし。結構向こうが寝動いてくれてるからね、結構スタミナはあれだと思うよ。さあ、戻す。そう、そうそうそう。そう、ちょっと長友。なあ、惜しい。はい、岡崎との。長友岡崎ラインね。さあ、あとなんか20分耐えれば、最悪引き分け。引き分けでもいいよ。引き分けの日本代表が相当ポイントもらえるからね。さあ、ここね、カバーニ。カバーニとネイマールね。よーし、ナイブロック、吉田だわ、今の、吉田麻也。まだか。よし、いや、何、ファールかい。あー、やべえな、ファールは怖い。セットプレーは嫌だよ。サイドか。さあ、もう一回サイドか。あー、間違えた。やばいよ。ロナウドパンチング、オッケー。えい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 。あ、やばい、間違えた。やばい、耐えて。
し、こぼれ球あるよ、こぼれ球、うん、危ない、焦った今のは。よし、さあサイド、うわー追いつかん、あバカ前投げてんのって。よしここね、よしナイス対応、よしオッケー、そうそれでいい、その守備でいい、今日はその守備でいい。よし、さあ岡崎、岡崎から清武、あー惜しい、トラップ、あ、間違えた、あー、やっちまったな、今な、おっとっと、よし、ゲイ、ナイスです、やべえな、やばい、おー、危ないーディー、大好きー、オッケー、そう、そう、来た、さあ、来たよ、来たよ、あー、惜しいなー、あ、チャンス、チャンスだ、うわー、惜しい、惜しいな、今の、いやー、いや、日本攻めてるよ、よし、さあ、あと4分、あ、これが、ほんと引き分けるんですよ、これ、まさかの、いやいや、耐えろよ、あとちょっとなんだ、最悪引き分けれる、よし、オッケー、ナイス、よし、逆サイドクス、チャンス、さあチャンス、よし、あーそう、あーもったいね、よーし、けど、いや十分でしょ、ドロー、よしよし、いやー十分のドローでしょこれは。いやーちょっと浅井さん危ないかったよね。あーまずこのラビオのシュート危ない。ここだね、ここ危なかった、カバーに。ここキーパーよく耐えた。この後トラップしたんだね、向こうがね。危なかった。さあここですよ。さあこっから岡崎、香川がここで抜いて、いや素晴らしいね香川。いやー、日本もいけれますね、これ。ここ危なかったけどね、ネイマール。カバーリとの。ここブロックしてからネイマールが外してくれたからね、これ。これがあったらもう負けてたからね。まあ、ちょっとこれはね、ディフェンス、ここですね、こっちょっとディフェンスミスがあったんで。ミスで1点はあったんですが、それ以外はある意味押してたからな。ここもね、香川からのこうラストパス。からのカットしての清武。うえ、いや、いい試合だったよ、おい。いや、川島やっぱなんてええやった。評価。さすがですね、キーパー。さあ、これ日本代表で引き分けたんで、1分けとはいえ、ポイントは確かもらえるんじゃないですかね。お、4つ上がったレート。まあ、そりゃそうだな。格下ですから、私は。お、あー、227もらった。おー、すげえじゃないですか。よし。ということで、一応、まあ、引き分けたこと、とりあえず、ディビジョン12に落ちることはなくなったんですね、これで。あとは、自分自身で稼いで、っていうことですね。まあ、とりあえず前半やってみて、まあ、この後3連敗とか しちゃえば、ちょっと、レアルに切り替えますが、基本的にはまあ、レア、日本代表で頑張っていきたいと思います。はい。以上、オンラインディビジョンでした。次回もまたよろしくお願いします。